KDE プラズマ5セッションの ZSH Bash よび KSH シェルウィンドウ Unix Shell は Unix 系システムにおけるコマンドラインシェルである。プロセスとして起動したい一個ないし複数のコマンド名をパイプラインなどとしてつなげたジョブを記述したり、それを複数並べたテキストファイルによるシェルスクリプトを実行する。最も影響を与えた Unix Shell としては、 ボーンシェルとシーシェルがある。ボーンシェルは、単に、種と呼ばれ AT、AT&T で、スティーブン・ボーンが開発し、ユニックスで広く普及していた、コマンドラインインタプリタである。パイプ、ヒアドキュメント、コマンド置換変数、条件式やループといった、制御構造、ワイルドカードによるファイル名指定などの機能が、他のすべてのユニックスシェルに共通する機能の、出発点となった。 言語としては、ブロックの終わりを逆から綴った、キーワードで示すなど、アルゴル68に影響を受けている。C シェルは、ビル・ジョイが、カリフォルニア大学バークレー校の大学院生の時に、開発した。C 言語をモデルとして、制御構造や、式の文法を設計している。対話型シェルとして、ヒストリー機能、編集機構、エイリアス、ディレクトリースタック。 チルダ規法、CD パス、ジョブコントロール、パスハッシングといった機能を導入した。これら2つのシェルがベースとなって、様々なシェルが派生していった。シェルを最も広い意味で捉えれば、コマンドを入力するために、ユーザーが使用する、プログラム、と言える。シェルは、オペレーティングシステムの詳細を隠蔽して、シェルのインターフェースだけをユーザーに提示し、OS の中核部である。 カーネルインターフェースの技術的詳細とのやり取りを行う。ユニックス KOS では対話型セッションのためのコマンドラインインターフェースには様々な選択肢がある。ユーザーがシステムにログインするとシェルプログラムが自動的に実行開始する。このログインシェルはユーザーごとにカスタマイズできる。パスウェードファイルで起動するシェルプログラムを指定できパスウェード E コマンド または CHSH コマンドで変更することもできる。また、ユーザーは別のシェルプログラムを対話的に起動することもできる。UNIX シェルが登場した当時、このようなプログラムは珍しかった。対話型のコマンド言語であると同時に、スクリプト言語としても使え、システムの制御ファシリティとして、OS 自体もそのスクリプトを使用している。シェルの考え方は、 ユニックス以外にも広まっていった。ウィンドウシステムを持つシステムでは、ユーザーがシェルを直接使わないことも多い。ユニックス KOS では、システムの立ち上げスクリプト群が、シェルスクリプトで書かれており、ウィンドウシステムの起動もインターネットへのアクセスのための、プログラム起動も、その他の様々な機能の起動も、そのようなスクリプトで行う。ボーンシェルは、 ユニックスの初期のバージョンで使われており、当時のデファクトスタンダードであった。スティーブン・ボーンがベル研究所で開発し、1977年頃、バージョン7ユニックスの一部として配布された。ユニックス KOS には必ずボーンシェルか、その互換シェルが含まれていた。コマンドとしての名称は種で、ユニックスのファイル階層では一般に、ビン、種というパスにある。ビン、 主は、ボーンシェルと互換性がある、機能拡張されたシェルへのソフトリンク、または、ハードリンクである。ポジックスでは、標準のシェル機能として、コーンシェルのサブセットを指定しており、現在は、ポジックスシェルに置き換わったためボーンシェルは使われていない。C シェルは、ビル・ジョイが、カリフォルニア大学バークレー校で、ユニックス KOS の一系統の元となった、BSD 向けに開発した。 バージョン6ユニックスのトンプソンシェルをベースとしている。C 言語をモデルとして、公文規則を設計した。対話型の端末で使用することを第一に考えて、設計されており、スクリプト言語としてはあまり使われない。C シェルには、様々な対話用コマンドがある。様々なシェルの一覧は、www.frebsd.org にある。シェルは、 様々な場面で設定ファイルを読み込むが、詳細は、シェルの種類によって異なる。設定ファイルにはそのシェル向けのコマンド群が書かれており、ロードされると同時に実行される。実行ファイルの探索パスを指定する、ドルパスのような重要な変数を設定したり、シェルの振る舞いや見栄えを制御する変数を設定したり、する。次の表は、 代表的なユニックスシェルの設定ファイルについてまとめたものである。判例、ありがとうございます。